入ってきてますね。はい、はい、皆さんご来場ね、多いですね、はい、ありがとうございます。続々と今入ってきておりますね。はい、はい、改めまして、はい、皆様こんにちは。こんにちは。じゃあ早速の拍手ね、ありがとうございます。はい、もう間もなく、そうですね、うん、間もなくロアッソ熊本ファン感謝デー2020、はい、始まります。皆様にもう少しお時間ありますので、はい、ご着席のままですね、うん、しばらくお待ちいただければと思います。はい、はい、さあ、皆様がですね、待っていただいている間、はい、少しね、ちょっとまだお時間がありますので、はい、私たちがここでちょっとおしゃべりをしようかなと思っているんですけれども、はい、緊張しますね、ちょっと緊張しますね、はい、だいたい今年こういう形でのね、はい、イベントっていうのがちょっと少なかったので、そうですね、こういう式典的なね、そうなんですよ、はい、こういうね、マスクをつけて、うん、ここのね、台の前に立つっていうのがね、そう、声が震えてますね、震えてますね、はい、はい、ということでね、これをつけたのも初めてなぐらいですよ。そうなんですよ、ちょっと違和感が ねまだあるんですけれどもね、ちょっと曇ったりしますね、はい、ちょっと皆さんの方が見える時と見えない時があるんですけれども、はい、まあ、皆さんももうそれぞれね、もうつけてらっしゃると思いますが、はい、ここで皆様にちょっとね、いくつかお約束がございますのでお知らせしたいと思います。はい、まずはですね、もう皆さんつけてらっしゃいますマスクの着用をぜひお願いいたします。お願いします、はい、まあ、こういう状況ですからね、うん、はい、それぞれ皆さん感覚もね、ロアソクもびっくりじゃん、ロアソクもね、マスクちゃんとしっかりね、ちゃんとマスクしてくれてますからね、はい、ロアソクもね、はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今シーズンは本当に皆さんね、声が出せなくて、うん、もうもどかしい思いだったと思いますが、実は今日も声が出せません。申し訳ございません、もうこればっかりはね、はい、もう出したいと思うんですよ。そうなんですよね、ちょっと出ちゃったりしたこともあると思うんですが、はい、今日はね、室内というのもありますし ね、はい、ただ、まあ、はい、監督とか選手の皆さんがこちらに後ほど登場しますので、はい、声を出したいのはやもやまかもしれませんが、ぜひ心からね、はい、心の声を出していただいて、はい、それを拍手に変えていただけたらと思います。拍手、はい、拍手は拍手はね、スタジオでもスタジアムでも OK ですので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてですね、うん、携帯電話のお持ちを、携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただきますか、マナーモードにてお願いいたします。音が鳴らないようにですね、はい、お願いいたします。はい、そしてホール内なんですけれども、はい、飲食ができません、うんうん、ですので、飲み物ね、喉乾いて飲み物が飲みたいなという方はホールの外で、飲んでいただけたらと思います。若干やっぱね、空気が乾燥してたりもしますからね、はい、うんうん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、皆様にここでちょっと初めての試みということなんですが、はい、お、何ですか、ちょっと皆様のね、後ろをご覧ください。お、はい、2台のカメラがあるの分かりますか。あら、2台もこのイベントなんですけども、はい、なんとなんとYouTube にてオンライン配信されます。そうだ、そうでしたね、はい、もう実際されています。あ、そうですか。 YouTube をご覧の皆様こんにちは。マッスル皆さんも映ってますよ、ね、マッスル映ってますかね。あ、映ってるといいですけどね、はい、このね、はい、ファン感謝デーに、はい、来たくてもちょっとね、当たらなかった、あ、残念ながらね、残念ながら来れなかった方のために、はい、YouTube で今年初めての試みということで配信をしておりますので、さっきね、聞いた話によりますとですね、うん、はい、もう100人ぐらいの方が待機してると。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。まだ始まってないのね、はい、ありがとうございます、ね、で、皆様にも一つちょっとご注意なんですけれども、うん、皆様はこの会場にいらっしゃいますので、はい、ぜひですね、 YouTube ではなくこちらのステージでご覧いただけたらと思います。リアルを楽しんでくれと、はい、YouTube 後でも見れるよっていうことですね。そうそうそう、後で見れるということができますので、はい、ぜひ皆さんはこちらを見ていただいて、はい、YouTube をご覧の皆様はぜひしっかりと最後までご覧いただけたらと思います。お時間の許す限り見てください。はい、はい、ということでね、以上いくつかちょっとご注意をさせていただきました、はい、もう間もなく始まるということなんですけどね。そうですね、はい、もうちょっとかな、うん、今ねサインがということでですね、はい、もう間もなく始まります。今からこの会場が暗くなります。皆様は前方のスクリーンをご覧ください。心一つにしてですね、勇気を持って逃走心を忘れず1年を乗り切りたい。頑張りましょう。ユースから昇格しました、背番号26番25番、小島健太です。チームのために点取ります。よろしくお願いします。チャンプ90分プレスフォークリー
があるんだけど遅い。もっと早く。もうね、これちょっと待って。だから、一回ちょっと待って。普通のポジションに待ってとって、血圧に最後始まるシュンコに入ってとって、できるね。本当に詳しいね。本当に詳しい。出来がどうもそうで、曲げたってことなんだ。全員で声かけ合って、しっかり勝ちましょう。いった、はい、よし、はい、よし、はい、背番号31番岡本です。よろしくお願いします。あ、今ちょっと外にライ立ちライン逃げましたけど、まだ熊本の前打ってきた。だ鹿児島長いホイッスル。石川です。徹底しています。速いクロス高橋ですね。試合の前に、まあ、僕もニュースに見てすごい、まあ、災害があったので勝利という形で、まあ、少しでも勇気づけられたらなっていうふうには、まあ、チームみんなで話していたので、待望の今シーズン初得点まで1分という時間帯になります。さあ栗田マークジェ後ろに、あとこれが面白いぞ。谷口かわしてシュート。さあ内山からの次の一蹴り、これがシュートに。ここから持ち込んでいって一瞬の隙でした。クロス入ってくる、こぼれた、クリアする。さあこの浅川か、ポイントゲット浅川のシュート。ーまさにこれは、いやまだ時間が3分以上ありますんでね。感謝しかありません。ありがとう隼人君。いいよいいよ。すいませんでした。抜けてきて中原打ってきた。樋口のドリブル、中原につないで黒木のシュート。突破していってミドルシュート、強烈。2人を引き連れて川原からのボールから左を使う福田。クロスが入ってくる、ヘディングシュート。それではロアッソ熊本選手スタッフの入場です。拍手でお迎えください。
それではロアッソ熊本ファン感謝デー2020を開催いたします。本日司会を務めさせていただきますマッスルアンバサダーの菅首とスタジアムアナウンサーの井後真奈美です。よろしくお願いしマッスルで、よろしくお願いします。それでは初めに株式会社アスリートクラブ熊本代表取締役社長永田元よりご挨拶いたします。皆さんこんばんは。ロアッソ熊本感謝のファン感謝の集い2020をご案内申し上げたところ、このようにご出席をいただきまして本当にありがとうございます。今年はもうご存知のようにコロナ禍の中で、J リーグ開催できるかどうかというようなことを大変悩んでおりました。大変な状況の中で、開催できましたが、昨日の、アウェー鳥取戦の最後に、無事終了することができました。ただ残念なことに、私の夢である、今年も J2 昇格というようなことが叶えませんでした。その鳥取に熊本から多くのファンの方が、応援に駆けつけていただき、雪の中、雪かきまでお手伝いいただいたということで熊本のファンの方の熱い思いを本当にありがたく、感じております。またこのようなコロナ禍の中で、変わらぬように、パートナー企業の皆様方、株主の皆様方、熊本県の皆様方、熊本市をはじめとする、各市町村の皆様方、そして熱く今申し上げました、ファンサポーターの皆様方、そして運営に協力をいただきましたスタジアムアテンダントの皆様方、本当にお一人お一人に、感謝の気持ちでいっぱいでございます。私どもまた3年目の J3 を来年戦うことになります。やらなくちゃいけないことを一つずつクリアしながらまた心一つに頑張っていきたいというふうに思っております。今日は限られた時間でございますけどどうぞゆっくりお楽しみいただければありがたいというふうに思います。今日はどうもありがとうございます。続きましてロアッソ熊本監督大木武氏よりご挨拶いたします。皆さんこんばんは。今日は寒い中ありがとうございます。寒いといえばですね、寒いだけではなく遠い岩手まで、それから今社長も申し上げましたようにですね、雪の中の鳥取ですね、雪かきまで手伝っていただきまして本当に素晴らしいサポーターを持った千葉だということを痛感しております。そんな素晴らしいサポーターに支えられていながらですね、今年、J2 昇格という目標に、届くことはできませんでした。それもすべて、この私に責任があります。この場を借りて、深くお詫び申し上げたいと思います。どうも大変申し訳ございませんでした。ただその中 ですね、選手とかですね、グランドスタッフ会社のサポート素晴らしいものがありました。選手も素晴らしく成長した選手、チームも一回りたくましくなったと信じております。目標は達成できませんでしたが、私にとっては、少しお叱りを受けてしまうかもしれませんが素晴らしい1年だったことに関しては間違いありません。来年もまたロアッソの戦い続きます。ぜひ今年同様またそれ以上の応援いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。続きましてご来賓いただきました熊本県副知事木村隆様よりご挨拶いただきたく存じます。木村様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。県庁の副知事の木村でございます。ただ今日は副知事というよりも一ロアッソのファンとして今日この場に立たせていただいております。まずもって選手の皆さん、そして監督コーチ、そしてスタッフの皆さん、また
スタジアムで支えていただいたボランティアの皆さん、心からお厚く御礼申し上げます。ただやはり今日は残念だったということから私は言いたいと思います。ロアッソのファンを代表して、選手の皆さんに来年に向けての檄を飛ばす意味で今日挨拶に立っております。振り返りますに、私実は東京から来ている役人でして、生まれも育ちも熊本ではございません。ロアッソを知ったのは今から12年前です。2008年、僕は別のある県に行って、そこのクラブチームを J リーグに上げるという担当をしていました。その時にそのチームよりもはるかに新しくできたロアッソ、正式に言うとロッソだかロアッソだかまだ名前がよく決まってなかったようなですね、チームがこのまさに馬のごとくですね、ずっと抜き差し上がって、J2 に入っていきました。どんなチームなんだろうと思って視察に来ました。私は当時まだ馬からなんとかとかも言ってない KK ウィング時代の、スタジアムに行って、その時の雰囲気、またスタジアムの外のお店を含めた温かい雰囲気、全体の流れに私は圧倒されました。私その後、当時住んでた県地元に戻りまして、このラストってのはすごいと、ここを目指してうちらは頑張るべきだと言ったのが、先ほど社長からお話があったガイナーレ鳥取でした。当時私は鳥取県の課長をしておりまして、その時の目標があくまでもロアッソで、ロアッソのこのチーム、そしてファンの皆さんの熱い雰囲気でした。まさにあの当時のロアッソというのは一気に申し上がって、駆け上がる馬のごとく進んでいたわけですけれども、私その後縁あって8年前に熊本に赴任してきた以来、ロアッソずっと応援してきますが、まだまだあの時のなんか熱い感覚が思い出します。まだまだやれることがいっぱいある。先ほど社長からお話ありました、ファンの皆さんの温かい動き、特に昨日はまさに鳥取です、私昔いた連中からありがとうと、雪かきしてくれてありがとうとか、しかしね、ガイナーレに負けちゃいかんのだよ、あのチームにはね絶対勝てるんだ、たった人口が56万しかいない県なんだ、47番目の県なんだ、私たちは、J3 で甘んじる人間だとは思っていません。我々ロアッソは J3 で甘んじると思っていません。来年こそは必ず J2 に帰る。そのためには今日集まりの皆さん、ファンの皆さんが選手の皆さんを知った知った激励激励して上がるものだと思っています。来年こそは上がりましょう、頑張りましょう。ありがとうございました。木村様ありがとうございました。なお木村副知事はこの後所用のためご退席されます。ありがとうございました。さあ、それでは続きましてユニフォームパートナーが選ぶベストプレイヤー賞の表彰に、はい、入らせていただきたいと賞でございます。思います。ドキドキしますね。いやいや、ドキドキしますね。はい、なんかアウォーズ的なね、そうですね、感じになりますけどね。はい、はい、うん、それではまずは平田紀子賞の発表をしていただきたいなと、思います。はい、はい、この賞でございますが、平田紀子株式会社常務執行役員藤本康弘様よりお願いしたいと思います。藤本様よろしくお願いいたします。選手がお一人選ばれるということですね。そうなんですよね。今日3つありますからね。はい、はい、平田紀子様が選んだ、はい、ベストプレイヤー賞でございます。それでは藤本様よろしくお願いいたします。はい、それでは発表します。ドラムないんですか。僕が言いましょうか。あ、はい、それでは発表します。ドン、すみません、長かったですか。はい、谷口海人選手です。谷口海人選手、おめでとうございます。おめでとうございます。それではですね、谷口選手のプレー映像をご覧ください。追い越していくワントップツーシャドウの形、また長いボール、谷口が走っていく、絞り込む、シュートに直接いった、ゴールキーパー内山からの見事なロングフィード、絵に描いたようなダイレクトプレー、キーパー内山からの次の一蹴り。岡本、右を使う、長野のプレッシャーが空いている、簡単に中に放り込む、腰込む、ドンピシャですね、素晴らしい、エース谷口、気持ちいいだろうな。川原からのボール、谷口海人、ダイレクトボレーですね、クロスも良かった、川原選手のクロスからドーンですね、
ゴール。川原も素晴らしいアシストを決めました。そしてクロスが入ってくる。合わせた。クロスから合わせるパターンもね、非常に得点パターン多かったですね。エース谷口。はい、ということで谷口選手前へお願いいたします。では藤本様もどうぞ中央の方にお進みくださいませ。それではですね、藤本様より谷口選手へ平滝交渉の贈呈でございます。お願いいたします。おめでとうございます。それではお二人の写真撮影をお願いいたします。公式のね、はい、カメラの方が赤いニュースでね、うんうん、赤だからちょっとね、もしかしたらロワストファンの方と連絡が入ってるかもしれません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで藤本様と谷口選手にお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。菅氏さん、行っちゃっていいですか。行っちゃってください。はい、はい、マイクを、そしてマスクを一旦ディスタンス取ってますからね、外していただいて、谷口選手も出ます。それでは平滝交渉ということで、まず藤本様にいろいろお話聞きたいなと思うんですが、谷口選手を選出された理由などあったらお願いします。はい、もうこれは文句なし、 J3 での得点をおめでとうございます。おめでとうございます。これに限ると思います。はい、今日お持ちした、商品ですが、まあ普通のギフト券ではあるんですが、ちょっと変わったギフト券でございます。使える場所が熊本で、でなおかつですね、来年のまあ大体3月ぐらいから11月ぐらいまでしか使えないそうなんですね。はい、で釣り屋さんに買いに行ったら、もうこれしかないと言われて、じゃあもうそれでいいですと言って、まあもちろん来年もいらっしゃるんで問題ないと思うんですけど、ぜひ使ってください。ありがとうございます。とてもありがたいね、期限がある、しっかりね、いろんなメッセージが込められているように感じますけども、じゃあそんな評価を受けました谷口選手、はい、いかがですか、賞を受賞して。いや本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。はい、谷口選手、一番思い出に残るゴールはどんなゴールですか、うん、っていう、なんで私が聞くんですか。いやいいですよ、いいんですよ、いいんですよ、はい、まあ、記憶に新しいやつで言えば、まあ、さっきも映像にあったんですけど、岩手戦のあのボレーです。まあ、恩返しっていうこともあり、まあボレーもうまく決まったんで、それは印象的かなって思ってます。はい、ということですね。やっぱどのゴールもね、すごくスーパーゴールといいますか、僕もフォワードやってたんでね、本当に美しいゴールが多かった、そして18点も取ったね、そういったところが理由になっているかと思います。それでは平滝交渉は谷口選手でした。今一度拍手をお願いします。おめでとうございました。藤本様ありがとうございました。さあ、はいはい、続きましてですね、はい、2つ目でございます、はい、ちょっと僕噛みそうで心配なんですけども、うん、高橋主将賞失礼いたしました。失礼いたしました。もう一回だけいいですか。高橋主将賞の発表でございます。はい、はい、発表は高橋酒造株式会社専務取締役高橋正也様よりお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、どなたなんでしょうかね。いや、ちょっとね、はい、誰だろう。さあ、それでは高橋様、ドラムいりますか。お願いします。いきます、はい、短めでいきますね。ドルッドン、ベストプレーヤー賞は背番号11浅川隼人選手です。ございます、おめでとうございます。それではですね、浅川選手の映像プレーご覧ください。ちょっと味方同士交錯は、熊本シュート打つ、入った、1点返して熊本。さあ、伊藤が前を向く、逆サイドを伸ばしていこうというところは相模原のディフェンス、つないで右足、見事に結果を出してみせました。難しいゴールですよね。石川、
クロスが入る、合わせた、素晴らしい、浅川隼人、気持ちいい、つないでつないで、最後は浅川、クロス入ってくる、こぼれた、クリアする、これですよ、ね、さあこの浅川、はい、見てますよ、ポイントゲッター浅川のシュート、決まった、いやこれ何回見たかな、切れますね、切ればいけません、1人少なかったんですよね、それにしましてもこの浅川のゴールセンスというのは前節のその途中交代からの2ゴールといい、今日のこのシュート、ゴールの感覚というか、杉本拓也も前に出て欲しい時に決めてくれましたよね、はい、ということで浅川選手前にお願いいたします。それでは高橋様どうぞ中央にお進みくださいませ。それではですね、高橋様より浅川選手へ金白銀白そしてロワッソボトルの白竹白の3本セットが贈られます。おめでとうございます。はい、それでは写真撮影もよろしくお願いいたします。はい、3本セットでございます、はい、浅川選手飲むんですかね。ね、そこら辺もちょっとじゃあお聞きしましょうかね好きなのかな、ね、ね、はい、よろしいでしょうか、はいはい、それでは高橋様そして浅川選手にお話を伺いたいと思います。はい、ではね、距離取りますのでマスク外されてますね。はい、高橋酒造賞ということで、ね、浅川選手に決められたこう決め手とかあったんでしょうか。そうですね、やっぱりあの28試合で11ゴールっていう非常にあの実績を、ね、作っていただいたという点と、あとあの9月の、超ロングシュートですか。あ、やっぱり、はい、非常に印象に残りました。あ、なるほどなるほど。ということですけども、浅川選手それを受けて、ありがとうございます。あのゴールは本当にあの多分もう二度と出ないんじゃないかというぐらい あのちょっと僕も驚きなゴールでした。これからも期待してます。ありがとうございますね、出場時間が、ね、ない中でも確実に結果を残された浅川選手でしたけど、印象に残ってる、一番印象に残ってるプレーはそのロングシュート以外で何かありますか。僕の印象に残ってるのはあのホームの相模原戦の2点目、うん、あの取った後なんですけど、あのゴールパフォーマンスをさせていただいた時に、はい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 、あの誰も寄ってこなかったっていうのがあの一番思い出、誰もいかんのかいっていうね、はい、はい、それが一番ちょっとあの、まあ、恥ずかしくもあり、はい、まあなんか嬉しさもありました。あ、嬉しかったんですか。はい、ちょっとなんかいじられてるなって。あ、なるほどなるほど。あれ皆さんわざといかなかったっていう、多分そうだと思います、ね、コーナーフラッグめがけて浅川選手走っていって、違いますざわざわ、ちょっとざわざわしてますけどもね、はい、いやでもね、ナイスゴールでした。今パッと言われて皆さん浮かびますよ ね、そういった印象的なゴールでした。まあ、今シーズン大変なシーズンではありましたけども、まあ、熊本1年間ワンシーズン過ごされてどんな印象ですか。本当にあのここに初めて立った時からあのサポーターの皆さん、スポンサーの皆さんが本当に温かいというところはすごく感じましたし、1年間戦ってみてとても心強い皆さんだったので本当にありがたいなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。高橋さん、何か質問とかないですか。来年はどうされますちょっと鋭めの質問がね飛びましたけども、これどうなんでしょう、みんな気になってますよね。そうですね、来年もロアソク熊本と浅川隼人と応援していただけたらなというふうに思ってます。おっしゃありがとうございます。そのお酒には賞味期限はないですか。え、賞味期限の方は、賞味期限はないですけど、ロアソボトルは毎年出してますがぜひあの、はい、今年楽しんでいただきたいと思いますので、シーズンに入るのであのたくさん飲ませていただきます。よろしくお願いします。お、ということです。おめでとうございました。おめでとうございました。それでは高橋様ありがとうございました。さあ、谷口選手そして浅川選手と、はい、そうですね、はい、あと賞が一つだけ残っております。最後の賞はですね、はい、先日ホームページなどで募集をさせていただきました、はい、ファンが選んだベストプレーヤー賞の発表ですね、はい、はい、となっています。皆さん投票されました。されました。うんって言いにくいですもんね、手を挙げてみましょうか。したよっていう方
はい、ホームページでねできたと思いますけれどもね、皆さんされてますね、はいはい、皆さんそれぞれの選手投票されたと思いますが、はい、じゃあどなたなのか、はい、ということなんですが、うん、そのファンが選んだベストプレイヤー賞の発表、映像でご覧ください。手を上げて左足巻いてくるボール、2点目熊本、おっと浅川選手ですよ、これですこれだよ、浅川選手、中原、左足シュート、シュート、これもあった中原選手ですね、中原選手、ボールだ、シュート打った、あー好セーブ連発、内山選手、惜しい場面でしたけれどもよく弾きました熊本、ね、ボールが動く、はい、かわしてボール正面だ、川原さらにかわされる、いやー後ろシュート打って選択されました、あれ走る、そのまま行く、米沢ディフェンス、体を張ってチームを救うプレーをたびたび見せています、中野のプレッシャーが空いている、簡単に中に放り込む、腰込むでドリブルで運んでいきます、これはそして右足のシュート決まりました、はい、ラインはオフサイドはない、クロス上げてグラウンダー、一瞬して出たボール、はい、背番号9が押し込んできました、谷口海斗、左をつく谷口待ってる、シュートに行った谷口、ったエース谷口ということで、ファンが選んだベストプレイヤー賞は谷口海斗選手でございます、素晴らしい、はい、それでは谷口選手前にお願いいたします、これ2回ね、はい、いいんですか、いいんです、いいんですか、ファンの方が選んだということで、そうですもんね、はい、公平でございます、はい、ということでプレゼンターなんですが、はい、会場のファンの皆さんの中から、はい、事前に実は抽選で選ばせていただきました、そうですか、はい、井出ゆずきちゃん前へどうぞ、ゆずきちゃん、はい、こんにちは、ありがとうございます、はい、では井出ゆずきちゃんからベストプレイヤー賞の贈呈、谷口選手に渡してください、お願いいたします、かわいい、はい、おめでとうございます、それではね一緒に写真も撮りましょう、はい、なんかちょっとドキドキしますね、ね、ドキドキしますね、はい、かわいいね、かわいい、谷口選手がすごい今かがんでますね、ね、はい、もうちょっと思いっきりしゃがめばいいんじゃないですか、ね、なんかね、中腰でね、大丈夫ですか、はい、神谷さん、はい、背中丸埋まってましたけどね、ね、はい、ということで、ではですね、はい、ゆずきちゃんと谷口選手にお話をね、はい、話一緒に、はい、伺ってください、はい、よろしくお願いいたします、じゃあマスクを外していただいて大丈夫ですよ、喋りにくいですよね、ちゃんと距離取りますからね、はい、ということでゆずきさんありがとうございました、谷口選手おめでとうございます、ありがとうございます、はい、まあね、ゆずきちゃん、ゆずきちゃんは投票したの、してない谷口選手が一番好きなのかなちょっとね、ちょっとスラッシュ気になって、このね、今日全員揃ってますけども、うん、選手の中で誰が一番好きかな、高橋選手です、高橋選手ねね、もしゆずきちゃんが選べたならば高橋選手だったということなんですが、それを聞いて谷口選手ちょっと複雑かな、そうですねちょっとはい、あ、それではですね、せっかくあのゆずきちゃんが高橋選手ね好きっていうふうに言ってましたので、はい、もう一度ちょっとあの高橋選手も前に出られて写真撮影を、あ、いいですね、はい、お願いいたします、谷口さんも、はい、もちろん一緒に、はい、ね、一緒に、はい、挟んでもらって、じゃあゆずきちゃんもうちょっと、はい、じゃあゆずきちゃんのでもらって、はい、高橋選手、じゃあゆずきちゃんの、はい、右側ですかねに来ていただいて、はい、じゃあもう一度写真撮影をお願いします、ね、もう俺完全にスリートップ完成されましたけど ね、あの2人ともそして背が高いからすっごいかがんでますよ ね、うん、あ、嬉しいね、これはよかったですね、ゆずきちゃんね、ちょっと緊張してるかな、ゆずきちゃん、笑っていいよ、うん、はい、じゃあ笑顔ではいチーズいきますか、はい、笑顔ではいチーズ、マッスル、ね、マッスル、ね、全然笑いませんね、はい、僕の力不足ですいません、ありがとうございました、はい、高橋選手ありがとうございます、ありがとうございました、ゆずきちゃん、なんか谷口選手に聞いてみたいことありますか、うん、ちょっと聞いてみようか、
番嬉しかったことは何ですか？そうですね、やっぱり自分の得点で勝利できたことです、はい、ね、硬いよって声が聞こえてきましたけどそうだねいいよ谷口選手いいよ、うーん、僕の得点でチームが勝ったことかな ね、 ね、そうだ、手月ちゃんどうですか、聞いてみて今の、あれ聞いてました、ね、ということでね、やっぱフォワードですから点を取って勝利に貢献するというところがね一番嬉しかったみたいですよね、はい、ということで、ファンが選んだベストプレイヤー賞でした。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう、手月ちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。試合もね来てくれてるのかな。いや絶対来てるでしょう、はい、ありがとうございます、ね、なんかねユニフォームが似合いますね。いや似合ってますね、はい、皆さんも大きな拍手をお送りください。井出ゆずきちゃんでした、ね、ありがとうございました。いや緊張したでしょ、ほっとしてるよね。はい、それでは改めまして受賞された選手の皆さんおめでとうございました。以上で表彰式を終わらせていただきます。さあ表彰は、ね、以上となりますが、続いて、選手の皆さんに一人ずつ挨拶をしていただきたいなと思います。背番号順に、背番号1番の、ね、野村選手から、お願いしたいなと思います。それではいきます。背番号1、野村正隆選手お願いします。ああこんばんは。コロナ禍で大変な中、今シーズンも熱い応援ありがとうございました。僕自身、7年プロまだ短いですけど、その中の4年間を熊本で過ごさせていただきました。この4年間めちゃくちゃ濃くて、いろんな方々と出会って本当に自分の人生が豊かになった4年間だったと思います。僕はチームから離れますが、皆さんがいれば、このロアッソ熊本は必ず強くなると信じてます。僕も、応援してます、いつかまたどんな形であれ熊本に戻ってこられるように、その時まで僕自身も頑張りますので、陰ながらでも、応援していただければ、嬉しいです、4年間本当にありがとうございました。背番号2番、黒木浩平選手お願いします。こんばんは。背番号2番、黒木浩平です。今年も1年間たくさんのご支援とご声援本当にありがとうございました。特に今年は、皆さんからのサポートがなければ、最終戦そして今日を迎えることはできなかったと思います。本当にありがとうございます。今年求める結果は、得ることができませんでしたが、積み上げたもので来年必ず結果で皆さんにお返しできるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。続きまして背番号3番、小笠原圭介選手お願いします。こんばんは。背番号3番、小笠原です。加入してから、2年とも、厳しいシーズンになってしまいました。ここで2度あることは3度あると捉えるか、3度目の正直となるか、来年は後者になるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。続きまして背番号4番、酒井修一選手お願いします。皆さんこんにちは。背番号4番の、酒井修一です。まずロアッソに関わる全ての皆様、今年は、たくさんのご支援ご声援ありがとうございました。今年は非常に残念な結果になりましたが、来シーズンこそは、自分自身もさらに成長して、このチームを J2 に上げれるように努力したいと思いますので、来シーズンもよろしくお願いします。続きまして背番号5番、姿正弘選手お願いします。こんばんは。背番号5番の姿正弘です。今シーズン1年間応援ありがとうございました。自分自身、たくさん経験ができ、成果や、反省などたくさんあったシーズンですが、しっかりそれを来年、発揮していき、J2 昇格という夢をしっかり
叶えられるように、頑張っていきますので、来年も応援よろしくお願いします。続きまして背番号6番川原壮選手お願いします。こんばんは、背番号6番川原壮です。まず1年間たくさんのご声援ありがとうございました。僕自身、全ての試合に出させてもらって、いろんな経験ができて成長できたシーズンでした。チームの結果はついてきませんでしたが、また来年しっかり結果を残せるように頑張りますので応援よろしくお願いします。続きまして背番号7番中原光選手お願いします。こんばんは、背番号7番中原光です。今シーズン、大変な状況でしたけど、ご支援ご声援ありがとうございました。そうですね、2年連続で、目標には、届きませんでした。本当に、申し訳なく思ってます。そうですね、ありがとうございました。すいません。続きまして背番号8番上村周平選手お願いします。皆さんこんばんは、背番号8番上村周平です。今年は、皆さんも大変な状況の中で、1年間、ご支援ご声援ありがとうございました。ここ数年、悔しい思いをして、この時期を、迎えておりますが、監督が、おっしゃる言葉の中に、これまでがこれからを決めるのではなくて、これからがこれまでを決めるという、言葉があります。今の悔しい思いをしている時期があったからこそ強いロアス熊本があるんだっていうふうに言えるように、これから前を向いて突き進んでいきたいと思います。今年1年ありがとうございました。続きまして背番号9番谷口海人選手お願いします。こんばんは、背番号9番谷口海人です。今シーズンは、悔しい結果になりましたが、スポンサーの方々やファンサポーターの方々、たくさんの方々の助けがあり、1年間やり抜くことができました。皆さんに感謝しています。今年1年間本当にありがとうございました。続きまして背番号10番伊藤俊選手お願いします。こんばんは、今年1年応援ありがとうございました。今年はコロナが流行り、無観客試合から始まり、人数制限を設けた感染に続き、最後まで声を出しての応援ができないというシーズンでした。その中でもスタジアムまで足を運んでもらい、皆さんの表情や立ち姿などいろんなとこからすごいエネルギーをもらってました。1年間ありがとうございます。来年コロナが収まり、みんなとまた試合に勝って騒げることを、願います。ありがとうございました。続きまして背番号11番浅川隼人選手お願いします。皆さんこんばんは、背番号11番浅川隼人です。今日お集まりいただいた皆さん、そしてオンラインで、観戦していただいている皆さん、今日はありがとうございます。1年間コロナの中で、たくさんの方に支えられて、ここまで来れました。チームの目標、そして個人の得点王という目標は叶いませんでしたが、とても成長できたシーズンだったと思います。来年もロアッソ熊本が続きますし、僕もサッカー人生が続きます。来年も引き続き、ロアッソ熊本、そして浅川隼人の応援よろしくお願いします。続きまして背番号13番北村智也選手お願いします。こんばんは、13番北村智也です。まずは、コロナの大変な、時期の中にもかかわらず、会場まで、足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。1年振り返ってみて、チームとしては、目標を達成することができず、悔しいシーズンだったんですけど、それと一緒に、自分自身個人としても、全く試合に関わることができず、結果も出せずで、とても悔しいシーズンでした。
ですので、来シーズンは、今日、今年が、あの経験があった頃こそ、今があると思えるように、来年から、今年よりもチャレンジャーとして頑張っていきたいと思います。最後に、1年間熱い応援、サポートをしてくださったファン、サポーター、そしてスポンサーの方々、本当にありがとうございました。続きまして背番号14番竹本優希選手、お願いします。こんばんは、竹本優希です。本1年間たくさんの応援ありがとうございました。個人としては、実力不足を感じる、そんな1年にはなりましたが、成長も、たくさんの部分でできたと思います。来年は、もっともっと頑張ってチームに貢献できるように頑張ります。ありがとうございました。続きまして背番号15番坂本光大選手、お願いします。皆さんこんばんは、背番号15番坂本光大です。下部組織時代から合わせると9年間ですね、長い間本当にお世話になりました。ジュニアユースの頃からスタンドでピッチを見ていて、いつかこのピッチで試合をしたいなというふうに思って、あのピッチで、試合に行った時の瞬間、そして、光を聞いた時のことは本当に忘れられません。これから先ロアッソ熊本がスタジアムを満員にして多くの方々と喜びを分かち合えるようなそんなクラブになっていくことを本当に願っています。僕もまだまだサッカーを目指して頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。続きまして背番号16番田村翔太選手、お願いします。こんばんは、背番号16番田村翔太です。今シーズンご支援ご声援ありがとうございました。自分は2年間このクラブでプレーさせてもらって、いろんな思い出だったり、いろんなチームメイト仲間と一緒にサッカーできたことが本当に幸せでした。また自分もサッカー続けていこうと思うので、どこかで自分のことになったら声かけてもらえたら嬉しいです。2年間ありがとうございました。続きまして背番号17番石川博人選手、お願いします。こんにちは、背番号17番石川博人です。今年試合に出ている中で昇格できなかったっていうのは悔しかったですけど、慣れないポジションで1年間プレーし続けたっていうのは自分の中で成長できたなと思います。1年間ありがとうございました。続きまして背番号18番高橋俊樹選手、お願いします。こんばんは、背番号18番高橋俊樹です。1年間たくさんのご声援ご支援ありがとうございました。今シーズンコンスタントに試合に出させてもらって、たくさんの成長や失敗を経験してきました。それがあったから来年成長できたって言えるような年にしたいと思うので、来年もよろしくお願いします。続きまして背番号19番相澤翔太選手、お願いします。こんばんは、背番号19番相澤翔太です。1年間という短い間でしたが、熊本でプレーできて、素敵な出会いだったり、素敵なファン、サポーターの皆さんに会えたことに感謝します。自分はあんま喋るのが得意じゃないので、最後一発芸で終わりたいと思います。マイク持ってもらっていいですか。いきます。えい、どこかが一つ隠れない。ありがとうございました。続きまして背番号20、三木谷選手、お願いします。
皆さんこんばんは、背番号20番江藤美希です。前澤選手の次でちょっとやりづらいんですが、自分は真面目にいきたいと思います。アカデミー時代から含めたら9年間本当にお世話になりました。まあ来年は自分はこのクラブに入れないんですけど、ロアッソ熊本も自分もサッカー人生は続きます。またこのクラブに帰ってきてお帰りと言ってもらえるように頑張ります。ありがとうございました。続きまして背番号22番山本海斗選手お願いします。こんばんは、背番号22番山本海斗です。今年1年本当に苦しい中、皆さんのサポートがあって、試合ができ、必死になって戦えたと思います。本当にありがとうございます。僕自身去年初めて、プロとしてフルで試合を出させてもらって、サッカーというものの熱をもう一度この熊本で、蘇らせることを、させてくれたとても、感慨深い、チームになりましたと同時に、今年自分にまた足りないものを見つけました。それをまだまだサッカーというところで、まあ恩返ししていきたいなと思っています。チームは変わると思いますが、できれば、ライバルチームには行きたくないですね。上に呼ばれればいいと思いますが、もしライバルチームであってもまた笑顔で皆さんと、楽しくサッカーをしたいと思います。その時は挨拶にもしっかり行きます。1年間ありがとうございました。続きまして背番号23番小谷勇樹選手お願いします。皆さんこんばんは、小谷勇樹です。1年間応援ありがとうございました。僕が今思うことは、最高の仲間たちと、一緒にプレーできて幸せやったな、楽しかったなと思います。同じ目標に向かって行く中で、リスペクトし合って切磋琢磨、競争してこれたなと思います。そんな自分にとって大事な、仲間たちに、負けないようにこれからも自分頑張っていこうと思うんで、また陰ながら応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして背番号25番小島啓太選手お願いします。皆さんこんばんは、背番号25番の小島啓太です。今シーズンは1年間応援ありがとうございました。まあ、チームとしてはもちろん悔しい思いをした1年間でしたけど、まあ、個人としても試合に関わることができず、今シーズンを終えてしまいました。来シーズンはもっと成長してこのチームを勝たせられるような選手になれるように頑張ります。また来シーズン応援よろしくお願いします。続きまして背番号26番田尻康生選手お願いします。こんばんは、26番田尻康生です。今シーズンは個人としてもチームとしても、まあ、すごく悔しい1年となりました。来年は自分の力で J2 昇格に貢献できるように頑張ります。1年間ありがとうございました。続きまして背番号27番樋口駆選手お願いします。皆さんこんばんは、樋口駆です。まずはじめに1年間熱い応援ありがとうございました。僕自身今シーズンは、まあ、何一つ結果を残すことができなかったので、来シーズンはたくさん点を取ってチームを勝たせられる選手になります。1年間本当にありがとうございました。続きまして背番号31番岡本智隆選手お願いします。こんばんは。今シーズン、苦しい社会情勢の中、J リーグ開催に関わった全ての皆様、そして、スポンサーの皆様、ファンサポーターの皆様、本当に感謝しています。今シーズンは、
いい結果がまあ出なかったですが、まあ、来シーズンこそいい結果を求めれるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いします。続きまして背番号35番内山圭選手お願いします。こんばんは、背番号35番の内山圭です。2年半かかりました。やっと J リーグデビューすることが今年はできました。34試合出たんですけど失点数が47ってことで、とても多くて、去年が39だったんで本当に今年は守備が、課題になった年だと思います。来年こそは、39失点を、より少ない失点数でシーズンを終えれるように頑張りたいと思います。この1年間本当にありがとうございました。最後となります背番号39番鈴木翔斗選手お願いします。皆さんこんばんは、背番号39番の鈴木翔斗です。まずはスポンサー様、そして行政の皆様、ロバスト熊本のすべてに、ロバスト熊本に関わるすべての皆様、そしてファンサポーターの皆様、1年間多大なるご支援ご声援のほどありがとうございました。今シーズンをもちまして、僕はロアッソ熊本から離れることになりました。ただ今年1年間で、サッカーの面で自分がかなり成長できたと思ってます。正直今シーズン試合に出れなかったことが悔しいんですけど、自分は今までアクターだったなと思ってます。大木さんがよく言うんですけど、ちょっと長くなっちゃうんですけど、それに気づかせてもらえたのは本当に大きかったし、大木さんにたくさん叱ってもらいました。来シーズンはまだチームも決まってないですし、どうなるか分かんないですけど、熊本とやるときは、さらに戦える選手、そしてチームを勝たせられるような選手に成長して、熊本のここにいる皆さんにギャフンと言わせたいと思います。相沢と違って一発芸できないんですけど、挨拶で締めさせていただきます。ありがとうございました。選手の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、メッセージがね、はい、一人一人熱いものを感じますね。そうですね、本当に今シーズン終わったんだなっていういろいろな思いがね詰まってましたよね。はい、まあ、毎年のことですけどね、はい、いろんな感情あると思いますが、うん、これもまあプロのね、はい、厳しさであったり、ここが醍醐味っていうところもあると思いますんで、うん、選手そしてチームの飛躍をねこれからも願いつつ我々応援していきたいなと思っております。はい、さあそれではですね、突然なんですが皆さん、はい、今日は何月何日でしょうか。え、12月の、はい、何日だっけ、21、21ですよね。はい、21ですね。ということはクリスマスまであと4日、3日でしょ。3日ですね。3日でした。すみません。ということでですね、はい、皆様に実はクリスマスプレゼントをご用意しました。皆様に、ただこの皆様の中から10人だけです。あ、10人なんですね。はい、ということで抽選会スタート。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんが声出せない分、スガッシュ声しっかり出していきますからね。出していきましょうね。盛り上げたいよ。はい、盛り上げていきましょう。はい、ということでですね、はい、今あの皆様の前にさまざまな、ね、グッズをご用意しました。ちょっと前失礼します。こちらですね。はい、あります、あります、いろいろありますけれどもね。はい、でこの中からもうたくさんの方からね、会場足を運んでいただいたんですが、はい、申し訳ありませんがクリスマスプレゼント抽選で10人の方となります。で、今からですね選手の皆さんに抽選をしてもらいます。はい、はい、今からちょっとお呼びしますので、呼ばれた選手は前にお越しください。はい、はい、まずはじゃあ菅首さん、あ、その前にですねちょっと商品の説明をしますね。はい、商品は全部で10人なので10点あります。で選手が2点ずつ抽選しますので、当たった方はその場で挙手をお願いします。選手がくじを引いて番号を読み上げます。はい、うんうん、その番号の方は大きく挙手をお願いいたします。はい、しっかり分かるコツですね。はい、手を挙げてください。で挙手した方、あのそのままちょっと挙手していただいて、その後スタッフがあの席の方に伺いますので。なるほどなるほど。はい、その後引き換え券をお渡しします。はい、その引き換え券がこの
最後に受付でプレゼントと交換する券となりますので。あ、大事ですね。なくさないように。なくさないようにお願いいたします。10人しか当たりませんのでね。はい、はい、で、商品はですね、そのお帰りの際に受付にて、もらってください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それではまずはどなたからいきましょうか。はい、では最初の選手はですね、はい、小笠原選手に、はい、お願いしたいと思います。小笠原選手、ありがとうございます。はい、まずですね、小笠原選手2つ引いていただきたいんですが、まず1つ目の商品からご紹介したいと思います。はい、まず商品なんですが、こちらですね、2020ユニフォーム持ちましょうか。はい、お願いいたします。こちら2020ユニフォームですね。はい、こちらになります、今年のね。ともう1つ、サイン入りカレンダー持てます。私が持ちましょうか。失礼いたしますね。はい、これ中 見せられません。今年の、あ、来年の2021年ですね。ですね、中は、そうそうね、もうすぐ終わるもんね。はい、来年のカレンダー、これサイン入りとなっております。はい、サイン入りのカレンダー、中は見せられませんが、こちらをセットでプレゼントしたいと思います。ではまずこちらのプレゼント、小笠原選手お願いいたします。C の4の5で。 C の4の5の方、手挙げてください。 C の4の5、どこだ、 C の4の5、こちらのこの辺りじゃないですかね。この辺りですよね。いらっしゃいますか、 C の4の5。もうバレますからね。はい、座席ですから。手を挙げていただけますか。あ、いらっしゃらない。ちょっと今スタッフがね、今近くに行ってますが、 C の4の5です。そんなことあるんですか。一発目からね。あれ、あれ、もしね、皆さんいらっしゃらない席がありましたら、どんどん行きますので、はい、確率は高いですのでね。はい、じゃあどんどん。あ、いらっしゃいません。あ、はい、ということで、いきなり、いきなりね。いや、すみません、もう一枚。はい、まあ、こういうこともありますからね。はい、じゃあお願いいたします。はい、はい、じゃあロアソ君もね。ドン、はい、C の8の1、C の8の1、はい、おめでとうございます。ちょっとじゃあ挙手していただけますか、そのままね。はい、スタッフが参りますので引き換え券を受け取ってください。おめでとうございます。今のがユニフォームとカレンダーになりますね。さあ、そして小笠原選手、もう一ついきましょう。次の商品なんですが、はい、先ほどの2020のユニフォームとこちらのミニサッカーボール。ミニサッカーボール、ちっちゃいサッカーボール。あら、可愛らしい。これですね、実は、はい、当たった方、お好きな選手のサインを書いてお渡しすることができますので、なるほど、2回券の時にスタッフの方にこの選手のサインお願いしますというふうに、ね、なるほどね、言っていただけたらと思います。こちらのミニ ボールもプレゼントです。それではお願いします。ドゥルル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 ル。小笠原です。逆に空席を選ぶの上手ですね。いらっしゃいました？いない。いらっしゃらない？いない。じゃあもう一回か、ね、いいですか？はい、回目。じゃあすみません、はいまね、はい、もう一回お願いいたします。行きましょう。ドゥルル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 ルC の2の5。いらっしゃいません。大沢選手、どんどん行きましょう。皆さん、一回自分の番号を確認してもらっていいですか。はい、もう一回確認、大丈夫ありますか、自分の紙。本当にいないんですよね。はい、ちょっとじゃあ行きましょうかね。はい。G の7の1。G の7の1。嘘。あ、誰もいない、あの辺なんですね、いない。次行きましょう、はいはいはい、小笠原選手。すみません、引くの好きね。6回くらい引きますね。D の10の3。 D の10の3。 D こちらで、いた、いらっしゃいました。やった、早く手を挙げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。まあ、時間もちょっと余ってたんでね、非常に小笠原選手ありがとうございます。時間を使っていただきました。はい、やっと2つ終わりました。はい、あと8個ありますからね。
はい、ロアス君がしっかり混ぜてくれてます。はい、じゃあ次の選手お呼びしましょうか。はい、どこだったっけ、あ、ここでした。はい、小笠原選手の次はですね、はい、川原選手お願いします。お願いいたします。さあ、商品もう一度紹介しますね。あの川原選手にも2つ引いていただきたいんですが、まず1つ目、はい、2020ユニフォームとサイン入りカレンダー、あ、このセットになりますね。先ほどと一緒ですね。はい、はいはい、ではお願いいたします。お願いします。ドゥルル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 ルね、ということは結構皆さん確率は上がってるということですからね。そうそう、はい、そうなんですよね。聞き落とさないようにしてください、ね、はい、いきましょう。はい、お願いします。 B の1の2です。 B の1の2、 B はこの辺りですかね。お、当たりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちらユニフォームとね、サイン入りのカレンダーになります。ちょっとじゃあしばらく手を挙げていただけますか。はい、スタッフが、はい、大丈夫ですか。はい、はい、機械感なくさないようにね、お願いしますね。じゃあ続きましてのプレゼントなんですが、はい、2020のユニフォーム、そしてミニサッカーボール、こちらね、はい、好きな選手の、ね、好きな選手を、はい、言っていただいてのプレゼントになります。はい、それでは川原選手お願いいたします。でん、 A の8の4です。 A の8の4、おめでとうございます。おめでとうございます。よかった。はい、川原選手ありがとうございました。ありがとうございます。3回でね、見事に、はい、はい、ありましたね。じゃあ、あと6人ですね。そうですね、はい、はい、では続いての選手は、まだまだ、浅川選手、お願いします。お願いいたします。はい、浅川選手もですね、商品なんですが、2020のユニフォームプラス、今度はサインボール、はい、こちらですね。まずはこのセットになります。大きいボール、はい、これ選手の皆さん全員書いてるんですかね。ですよね、はい、全員のサインが入っています。はい、では浅川選手よろしくお願いします。ドゥルル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 はい、ですよね。はい、女が、ドゥルル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 ルじゃあ浅川選手もう一つお願いしたいんですが、今度は、はい、2020ユニフォームとなんと浅川選手の上りサイン入り、はい、先ほどサイン書いていただいてるんですよね。はい、等身大ですかね、大きいですよね。僕の方がちょっと、僕の方がちょっとですかね。ですね、あ、いや、等身大、等身大同じぐらいということで、はい、この上りをセットでプレゼントということになります。では浅川選手をよろしくお願いいたします。ドゥルル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 、はい、いない、次行きましょう。でるる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 るH の5の1、うん、H の5の1、ね、はい、いらっしゃらないということで、ちょっと誰か変わってもらっていいですか。ルルルル係、すいません、いいですか。ルルルルルル、あ、 A の11の2、 A の11の2、来たでしょこれ。どうですか、
A の10あーいた、おめでとうございます。ありがとうございます。こちらのユニフォームとあとは浅川選手の上りのプレゼントになります。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい、次4人目いきましょうか。はい、はい、4人目の選手は内山選手にお願いしたいと思います。はい、お願いいたします。さあ内山選手もですね2つお願いしたいんですけれども、まずは2020ユニフォームとサインボール、このセットになります。はい、それではお願いいたします。 C の5の5で、おお、おめでとうございます。一発、はい、おめでとうございます。はい、じゃあ続いて2つ目の商品ですね。内山選手引いていただくのは2020ユニフォームと、今度は内山選手の上り、これは内山選手の方が大きいのかな、どうですかね、ちょっとなんか下がね、うん、あのちょっとこうヨレッとなってしまって今引っかかっちゃってるけどね、大体同じぐらいのね大きさということでね。はい、ではお願いいたします。お願いします。でるるるるるるるG の8の2。 G はいますかね、いない、いない。はい、じゃあお願いいたします。はい、次行きましょう。 G の2の2。あ、いた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 、いた、あ、よかったよかった、あ、よかった、ありがとうございます。ございます。さあ、はい、10でもわからない、10でもわからないよ。はい、さあ、今ですね4選手の方にたくさん引いていただいて 1,2,3,4,5,6,7,8 人、はい、お二人、あとお二人ですね。はい、お二人にプレゼントということで、最後の選手に引いていただきましょう。はい、最後の選手は谷口海人選手、はい、お願いします。お願いいたします。いいですか、ちょっと待ってくださいね、商品紹介します。2020のユニフォーム、そしてこのサインボールということでね。はい、それでは谷口選手よろしくお願いいたします。C の5の1。このあたりです。おめでとうございます。おめでとうございます。ですね、はい、ユニフォームとサインボールプレゼントでございます。さあ、そしてですね、2つ目のプレゼントなんですけれども、今度はサインボールと、選手の上りということでございます。はい、このサインボールと谷口選手の上り、はい、のセットでございます。最後ですからね、皆さんいきます。はい、ドルB の4の1。 D B B B、 おー、すごい、井出ゆずきちゃん、すごいよ、これはあれですよね、谷口選手のね、もうこれでね、いや、すごいね、よかったね、おめでとうございます。どうかな、ね、高橋よりお願いします、ね、高橋選手超えたかもしれない、ね、そうですよ ね、 ね、いや、もうありがとうございます、おめでとうございます。ありがとうございました。得点王ってすごいな、すごい ね、 ね、持ってますね、すごいですよ、はい、じゃあ、必ずね、もらった引き換え券はなくさないように持っててくださいね、帰りにね、はい、はい、ということでね、以上10人のクリスマスプレゼントということで、はい、抽選会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お手伝いいただいた選手の皆さんもありがとうございました。ちょっと舌が痙攣してますけどね、ちょっとドゥルルル言いすぎましたね、ちょっとね、ここまでドラム言うのも初めてですね。いや、初めてですよ、はい、でもね、うん、こういう中でも皆さん静かにちゃんと聞いていただいて、あれ一人になったぞ、はい、あ、ね、あのですね、はい、この先ほどたくさんのねプレゼントをご紹介したんですけれども、はい、あの2020のユニフォーム、はい、なんと平田紀行様からご提供いただきました。 ありがとうございます。平田紀行様、ありがとうございます。ございました。いや、本当にね、素晴らしいプレゼントということでね、はいはい、皆さんも喜んでいただけたんじゃないかなと思います、はい、嬉しかったでしょうね、ね、うん、はい、クリスマスね、うん、もう来ますからね、はい、さあ、それでは今シーズンもロアッソ熊本はですね、はい、多くのパートナー企業の皆様、行政の皆様に支えられてシーズンを戦うことができました。本日もお忙しい中ではありますが、ロアッソ熊本を支えていただいているオフィシャルパートナー企業の皆様、ご出席いただいております、ありがとうございます。ここで本日ご出席いただきましたオフィシャルパートナーの皆様をご紹介させていただきます。まずは平田紀行株式会社様、
続きまして高橋酒造株式会社様。続きましてシアーズホームグループ様。続きまして株式会社熊本日日新聞社様。そして株式会社アンサーインターナショナル様です。また本日残念ながらご出席できなかったオフィシャルパートナーの皆様、そして今シーズンロアッソ熊本を支えていただきましたすべてのパートナー企業の皆様および自治体の皆様に心より熱く御礼申し上げます。ありがとうございます。それではパートナーの皆様を代表いたしまして平田機構株式会社常務執行役員藤本康弘様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。まずは選手、それから監督、チームスタッフの皆様、そしてアスリートクラブの皆様、1年間本当にお疲れ様でした。またサポーターの皆様には変わらぬ熱い応援をいただき心より感謝申し上げます。ただいまご紹介に預かりました平田機構の藤本でございます。まず最初にご報告があります。弊社平田機構株式会社、高橋酒造株式会社様、そして株式会社佐藤ロジック様、この3社は来期も公式ユニフォームスポンサーの継続をいたします。特に高橋酒造様におかれましては7月の豪雨災害で大変な被害をお受けになっているにもかかわらずスポンサー継続をいただいたことに心より敬意を表します。他のスポンサー企業の皆様も今継続契約更改の継続やそれから、検討を今なさっている頃だと思います。どうか来期も変わらぬご支援をいただきますよう心よりお願い申し上げます。さて今シーズンですがサポーターの皆さんと同様に私もいろいろと申し上げたいことがたくさんあります。まあその上であえて聞いていただきたいことがあります。私は心から降りた GM を信頼しております。この人ならいやこの人でなければロアッソ熊本の明日未来を築いてくれる人はいないとそう思っております。その降りた GM が連れてきた大木監督ならロアッソ熊本を必ずJ2 に復帰させてくれると信じております。苦労に苦労を重ねたチームであるがこそ勝った時の喜びや昇格するための大切さを本当に人一倍分かると思います。長年 J2 ライセンスの申請すらできなかった SC 相模原、昨日J2 昇格を決めた時の瞬間は他チームではありますが
涙が出るほど感動しました。そして心から祝福もできました。この SC 相模原にロアッソ熊本を置き換えて来シーズンの光景を思い浮かべてた方も多かったことだろうと思います。来年はこの場面に必ずロアッソ熊本がいる、そう思いました。だからこそ皆さんと共に来年も戦いましょう。最後になりますが、ロアッソ熊本、そしてここに集う皆様方、またライブ配信でご覧のすべての皆様にとって、迎える新しい年が素晴らしい一年となりますよう記念いたしまして、スポンサー代表の挨拶といたします。ありがとうございました。藤本様ありがとうございました。それでは、最後になりますが、写真撮影の方を行っていきたいと思います。はい、例年であれば、うん、あのファンの、ね、今日お集まりいただいた皆さんと一緒に写真を撮ることが、はい、ね、そういう形になってましたけども、はい、今シーズンはちょっとね、コロナの影響もありまして、選手のみの、はい、撮影という形に、急遽変更を、はい、させていただきました。ご了承ください。では選手の皆さん、立っていただいて、このステージの前に足を運びください。そして下から撮影する形になります。はい、ちょうどあの中央にですね、あの赤いビブスを着た、はい、あのカメラマン、あ、向こうですね、ちょうど本当に会場の真ん中あたりにね、はい、カメラマンさんがいらっしゃいますので、そのカメラマンさんの撮影の後、皆様の写真撮影もあります。カメラ撮影できる時間あります、はい、ただ皆さんその場所で撮影をお願いいたします。席の移動はせずにその場所での撮影をお願いいたします。それでは選手の皆さんは一瞬ですけども、マスクを外していただいて顔を見せていただければと思います。カメラマンさんいかがでしょうか。もうちょっとどうとかありますか。あ、一旦皆さんが撮影するタイミングありますので、一旦撮影をやめていただいて、まずは公式のねカメラで撮らせていただきたいと思います。ちょっと表情が固めですか。ちょっと笑顔で、はい、ニコッとね、いきましょうかね。はいはい、ファン感謝デーでございます。ニコッとね、お願いします。はい、マッスルね、はいね、こんな滑ることありますか、ね、滑りました。なかなか、はい、笑ってくれなかった、はい、いや、多少、はい、皆さんのおかげで、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。 ありがとうございます、はい。じゃあそれでは、はい、皆さん、あのその場でお願いいたします。写真撮影の方、選手の皆さんはちょっと引き続きあの笑顔でお願いできればと思います。はい、はい、カメラのねシャッターの音が響き渡るこの会場、どっち見てとかあります皆さん。じゃあ最初、選手の皆さん、こっちサイドを見ていただいていいですか。5秒いきますね。5、4、3、2、1、大丈夫でしょうか。それでは中央お願いします。中央付近をね見てください。5、4、3、2、1、ありがとうございます。最後に一番あちらサイドですね。5、4、3、2、1、ありがとうございました。ちょっと撮れなかったよっていう方いませんか。誰も手、あ、撮れなかったよ。じゃあ、あの黄色いカメラをお持ちの方にもう一回こっちでお願いします。笑って笑っていいですか。言っちゃったよ。5、あ、もういいんですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、それではこれをもちまして、はい、ロアッソ熊本ファン感謝デー2020を終了いたします。はい、
これより選手たちは退場します。皆様、はい、拍手でお送りください。はい、じゃあ選手の皆さんどうぞご起立ください。それではそのままご退場の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日はお忙しい中ですね、はい、こんな状況にもかかわらずご来場いただきまして誠にありがとうございました、うん、ありがとうございました。さあ、そして YouTube をご覧の皆様もありがとうございました。ありがとうございました。最後までねご視聴いただきましてどうもありがとうございました。さあ、この今回 YouTube でもですね、このファン感謝デー配信されていまして、はい、でそれをご覧いただいた方にもですねご協力いただきたいと思うんですが、この会場におきましても、はい、お帰りの際にですね、皆さん出口のところにあのホームゲームの際にも出しております募金箱をですね、はい、ご用意しております。でご参加いただきました皆様にもですね、この本日の感想であったりとか、あと来シーズンに向けての皆さんへの応援ですね、メッセージなどもね、合わせて、はい、期待なども合わせてですね、ご協力いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今シーズンもご声援いただきまして本当にありがとうございました、はい、そして来シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。